なんかパッと見、この服ちょっとねいかついというか、なんか柄がね良くない、あの素行が良くない人が着ているような服に見られると思うんだよ。まあ、パッと見トラとドラゴンが描かれてるような、そんな刺繍されてるような服だと思うんだけども、実は飛行機が描かれてんだよ。飛行機なめんなよ。マンジーマンジー、チャリできた、チャリできた。わあ、どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくね。いやー、時間が経つのは早いよ。もう2017年も半分切って、かれこれもうあと3ヶ月ぐらいで2017年を終えて、その3ヶ月後にはもう2017年度今年度も終えるということで、まあ今ね中学3年生とか高校3年生の諸君はもうそろそろですよ、卒業式ということで、今回は卒業式の話をちょっとしたいなと思いますっていうようなことで、まあパンチパンダさんは話をつなげたようで、実はこの時期に話すようなことでもない卒業式の話なんだけど、どうぞ聞いてくださいということで、はい。まあ、なんでこの話をするのかというと、まあ特に理由はないんだけれども、まあ強いて言うなら思い出した、この話を思い出、パンチパンダさん意外とねこう見えても実は中学校に通っていました。まあ普通の中学校に通っていたんだけれども、まあなんで中学校に通っていたのかというと、義務教育というね、義務教育という国に縛られて今までパンチパンダさんは生きてきたんだけれども、まあそんな中やっぱり中学校、まあ中学校、まあ中学校生活3年間、まあなんだかんだでいろいろありましたよ。まあパンチパンダさんはこう見えても意外と部活、サッカー部を頑張ってきた人間だったんで、まあサッカー、まあそうだね、中学といえば、まあ、部活サッカー部っていうのを思い出してしまうような、まあ、中学校生活だったんだけれども、まあそんな中でね、まあ恋愛とかもしたし、まあ勉強もそこそこ頑張った、まあそこそこっつっても家で全然勉強するような人間ではなかったんだけれども、まあ見ればわかるだろうけれども、まあいろいろね、いろんな、まあ、人生経験させてもらいました。そんな中でパンチパンダさんは違う、小学校の卒業式だ。そう、そうだ、俺は今から話そうとしていたのは小学校の卒業式の話だったんだ。ミスったー、しくったー、勉強すればよかったー。小学校の卒業式の話をしようとしていたのに、なぜか中学校の学生生活を話してしまったパンチパンダである。まあ、パンチパンダさんの小学校生活はなんだろうな、まあただ初恋もしたし、まあ勉強は全然しなかったね、本当にしなかった。宿題出たらやるぐらいだけれども、ほとんどやんなくて、夏休みの宿題とかも本当に8月31日まで貯めて、で8月31日にもう家族総出でやるっていうような、まあ感じの子で、まあやんちゃっていう、まあいじめられっ子かいじめっ子かって言ったら、どちらかといえばいじめ、まあ秘密基地とかもちゃんと作って、まあ竹やぶの中に作ったんだけれども、だからパンチパンダさんが先陣を切ってこうガーガーってなんか背中で竹やぶを押して、なんかなぎ倒して、でそこに俺の後に道ができるから、まあ友達が俺の後ついてきて、よっしゃついてこいとかガーッとかやって、そしたらなんかパンチパンダさんの服の背中の部分がなんか破けて、お母さんに怒られたっていうような、まあそういうね、まあ秘密基地作ったりだとか、まあそういうこともいろいろやって、まあそんな中での濃い6年間をまあ送ったんですよ、パンチパンダさんは。でまあそんな中である時ね、まあ卒業式の時ですよ、パンチパンダさんは小学校から中学校に上がる時に引っ越しちゃうから、みんなと同じ中学校には通えないみたいな、そういうなんかもっとちょっと転校っぽいような要素を含んだ小学校卒業を迎えたんだけれども、だがね、もうね、始まる前からすごい緊張していたわけですよ。パンチパンダー、わー、みんなと離れたくないよ。パンチパンダー、わー、みんなと離れたくないよ。じゃあね。じゃあねかよ、いい思い出だった。まあそうこうしているうちにね、まあ卒業式が始まりましたと。でパンチパンダさんはもうドッキドキですよ、ドッキドキのマッキマキのブッキブキとウッキウキですよ、うん、本当に、うん、嘘だけど。でまあ卒業式やっていきますと、まあ一人一人名前が呼ばれて、なんかまあ前にバーンって出てるのかもらって、ウェイウェイウェイってやって、バハハハハってなってね、帰ってくるというような流れだったんですよ。でそんな中でね、まあなんだろうな、合唱か、合唱の時に立った時に、パンチパンダさんの斜め前にいる渡部くんっていう男の子、メガネかけたひょろっとした男の子が倒れたんですね。で、わっ倒れたって思った瞬間にパンチパンダも倒れた。
ていうね、貧血でね渡部くんが倒れたんだけれども、渡部くんが倒れてちょっと気が抜けちゃったの。ふわーんって、なんか今まで緊張感あって、うわーうわーって、なんかね、倒れる前もやっぱりちょっと気持ち悪くて、その時も倒れそうだったわけです。もうフラ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 でもやっぱりね、そんな中ではパンチパンダさんは緊張感を持って、まあ卒業式に挑んだということで、まあ立っていたわけですよ。でもやっぱり渡部くんが倒れたことによって、まあその緊張感が薄れてしまったと。そこでパンチパンダさんはグラッと倒れてしまったと、貧血で。ってことで、まあ目が覚めたら保健室っていう、まあ隣に渡部くんがいて、よかったパンチパンダも一緒だったよ、いや一人だったら恥ずかったからさ、みたいな会話して、ああそうだよね、いや一人で倒れるのはきついって、ということで、まあパンチパンダさんは渡部くんと一緒に卒業式を倒れて抜けたっていうような小学校の卒業生活の話でした。なんか質問ありますか？はい、先生に質問ある人手挙げて。うん、なんだい山田くん。うん、パンチパンダさんはどんな小学校生活を送っていたんですか？だって、うん、そうなの、まあだからさっき言った通り、まあ中学校でもサッカーやってたんだけど、まあ小学校でもサッカーやってて、まあ基本小学校土日だから、土日は練習とか試合とかで、まあ放課後は毎日遊んでた。毎日、そうだね、毎日遊んでて、本当もう大親友が一人いたんだけれども、その子と帰ったらもう帰らない、もうドアの前に、玄関の前にランドセルバーンって投げて、よっしゃ行こうぜって言って、はーって走って、うん、で自転車乗って、まあ公園でもうみんなで集まって、ウィーってなんかサッカーやったりとか、あとはまあゲームやったりだとか、あとは遊戯王とか、あとはまあ友達ん家行ってゲームやったりだとか、まあ基本ね、鬼ごっことかそういう、結構俺はアウトドア系の、結構ウェイウェイ系の感じの小学生生活で、まあそうだね、うん、基本放課後遊んで、まあ小学校の中ではパンチパンダさん結構ね面白い人ってなってたの、小学校の中ではよ。で中学校からね、ちょっと俺は変わってきた。幼稚園小学校の時はパンチパンダさんは面白い人だったんだけれども、中学高校大学あたりから変な人になったんだよね。だからまあ成長が止まっているということで、まあパンチパンダは変わっていないんだよ、みんなが変わったんだよ、うん、俺は別に変な人間ではないんだよ、みんなが変になったんだ。でもみんなが変になったんだけれども、みんなが変になったからパンチパンダは変わってないんだけれども、パンチパンダが変って言われるような、そんな時代になったんですよ。はい、ということで以上でした。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ガッ。